はい、モデルとミュージシャンとデザイナーと、3つ職業をやっているんですけれども、あとは、Ms. Asian Beauty というミセスとミスが出れるコンテストなんですけれども、ページェントですね、そちらの方の講師をやらせていただいてまして、ウォーキングレッスン、あとは、パフォーマンス、マインド、スピーチなど総合的に教えております。はい、あと衣装なんかもね、それに合わせて作ったりもしています。私の家の方はブティックもやっていまして、父と母がデザイン学校を出てまして、で親戚一同も割とファッション関係の方が多くて、ファッションと一緒にという感じで小さい頃育ってきました。はい、それでファッションの方はもう本当に洋服が大好きだし、洋服によってまた見た目によってマインドがねだいぶ変わるというところも、もういろんな方から教えていただいたり、あと季節に合わせてとか、その目上の方に会う時はこういう格好でとか、そういう TPO に合わせてっていうところも非常に厳しく親戚からも教わりまして、父と母が厳しかったもので家の中で笑えるようなことっていうのがちょっと数少なかった時に。ここの頬骨のとこら辺のね口角のあたりの筋肉とかがちょっと低下してしまったみたいで、お水を飲んだ時に口角のところからお水がバーッとこう高校生の時に出た時があったんですよね。でその時に、あ、そうか、人は笑わないと生きていけないんだというのを、なんかこうあっと何か降ってきたみたいな感じに高校生の時に思って、でその時に、ちょっと父と母のこと厳しいなとか不満があったりとかっていうのがやっぱ高校生の頃あったんですけれども、その時に、それを今若いうちに体験できて、辛いことを体験したりとか、あと筋肉が低下するとこんなことに人間っていうのになってしまうんだなというのを学んだ時に、急に父と母にも感謝するようになって。何でも学びだし、いろんなことを若い頃に経験するということは、いつかこれから出会う誰かのために自分が試練を今与えていただいて、ってことは私は使命があるんじゃないかと、急に高校生の頃にパーッと自分の世界が開けたような、そんな感じに思いまして、誰かのせいにするとかではなくて、やはり自分の中に何か目標を持ったりとか、あと自分の中に目指すものっていうのを一つレールを引いて、それに向かっていけるといいかなというふうに、ちょっと目標を立てようと思ったんですよね。この人を目標にしたいなという方がオードリー・ヘプバーンで、もう本当に時代を超えて美しさというのがもう内面から出てくるような方で、でもそのオードリー・ヘプバーンが世界の人を魅了して、とても美しいということで大女優に、世界的女優になったところが、そこが最終目標ではなくて、私がやりたいことはここではないというふうに語って、自分がやっぱり幼少期に辛い思いをした戦争時代、その時の小さな子どもたち、傷ついた子どもたちを助けたいということで、アフリカの方に行って自分がノーメイクでもう本当に一緒になって笑ったり、食事をしたり、悲しんだり楽しんだりっていうことをやっているっていうのを本で読んだり、写真から伝わることで見て、自分の小さい頃の気持ちとかいろいろなモヤモヤっていうのを助ける、結局自分を助けるために、自分のためにやってる、そんな話を見て、あ、そうなんだなというふうに自分と結びつけて、オードリー・ヘプバーンのように説得力のある女性になりたいなと思ったんですよね。デザイナーの方は、小さい頃からやってたっていうので、やってみたんですけど、結局そこからモデルになるのは早かったんですよね。やっぱりデザイナーの仕事って黙々と机に向かってやっていることが多いので、なかなか笑えるっていうことがなかったので、何かもうちょっと目標を変えてみようかなと、自分のやりたいことっていうのをもうちょっと突き詰めてみようかなと思った時に、たまたま、アルタ前でスカウトをされて、それで役者をやってみませんかという話になって、テレビに出るとかっていうのはあまり興味がなかったんですけど、なるほど、なんか人生の中にその一つ取り入れても面白いかなというふうに思って、それでそこから女優業を始め、それで60人格の少女とかそういうのをこう舞台の上でやったりはしたんですけども、その時に監督にいただいたすごい素敵な言葉があって、当時まだ21、22歳だったんですけども、もう自分の人生ほど面白い脚本はない。でもうどんなドラマや映画が流行るかというと、ヒロインの人が大変な目にたくさんあって、でその大変な目に遭ってる時にどれだけ美しく、どれだけかっこよくその大変なことをこなすかというところに勝率が上がるから、自分が大変な時にはここが今一番視聴率が上がるところで、自分にスポットライトが浴びてると思って、もうそこですごくこう自分をどうかっこよく見せるかというのを演じてみる。そうするともう人生は楽しくなる。人生の脚本っていうのは自分が監督であり主役であり、本当に素敵なことになって、そうすると人が集まる。自分に仕事が来たり、いろいろなことを人に提供できることになってくるから、素敵な人になれるように人生を頑張って脚本書いてごらんというふうに言われたのがとても印象的で、それをいつも考えていて、なので辛いことがあった時にはもうここ今一番視聴率が上がってるところだからと思って、ファッションなどもすごい素敵にしたり、下着の方もねかっこいいのをキュッとつけてみたりとかしてっていう感じで、こう自分の演出っていうのを日々やってみています。役者の後は私ウェディングモデルをやっていまして、そこでやっぱり幸せになる笑顔っていうのを自分が小さい頃にできなかったことを、世界で一番幸せな笑顔ができるというところで、こう明るくするっていうマインドのところは、本来の自分はいろんなことが昨日ひどいことを言われたとかあっても、次の日は明るく振る舞うっていうことで、この筋肉の動かし方とかそういうので技術的に上げるっていう必要もあるっていうのがやっぱ大人になってあるので、そういうなんかこうポジティブに考えたりっていうのが、割とモデルさんとかっていうのは多いと思うんですが。音楽というのは逆に暗かったり、大変なことというのを美しく表現してより暗くしたりとかっていうのがまたその真逆というか、役者さんもそうですね。本当に自分の人生の中にそこまで辛いことがなくても、自分が痩せ細ってボロボロになったりとかっていうので、役者と音楽というのは割とちょっと似たような接点があって、ポジティブにというよりもその人間の暗闇というのを美しく芸術的に表現する、そこがまた面白さがあるなと思っていますね。モデル、ミュージシャン、デザイナー、そしてMs. Asian Beautyで2019年にグランプリを取らせていただいて、もういわゆるキラキラ職業みたいなのをやってきたんですけど、それというのはやっぱりその虐待されてる子どもたちとか、虐待までいかなくってもこう辛い思いをして何か葛藤している子どもたちに向けて、小さい頃にいろいろあっても大人として自分で目標を立てて、親が育てるだけじゃなくて自分で自分を育てるっていうことがどれだけ素晴らしいことになるかというのを、私がこう実際にやっぱりやってみて、説得力のある人になってから、そういう虐待されている子どもたちの施設で演奏したり何か教えることがやれたらというのが目標だったので、2019年にグランプリを取ったら2020年からその活動をしたいということで、箱根の慶明学園というところの施設の方に行かせていただきまして、クリスマスの日に音楽も届け、そして娘が絵本作家をやっているので、普通の子どもとそういう施設にいる子どもがこうつながることっていうのもとても素敵なことだと思うので、うちの娘の絵本を普段ライブをやっている会場でも売らせていただいてまして、たくさんの人がそういう子どもたちのことを気にかけてその知ることができて、そういう子たちにも絵本をあげたいという思いでみんなでこう支援をしてその絵本を持っていきました。でそういう子どもたちは音楽聴ける子もいるんですけども、やっぱり大人の罵声を受けたり大きな物音を立てられて音が聞けない子もいるので、そういう子にはうちの娘の書いた絵本をプレゼントしたりして、いろいろな芸術の方法で人の心に響いたり人の心に寄り添ったりということができるので、私もなんかいろんなことをやってるねって言われるんですけども、それぞれの人に合わせて自分が何かお役に立てることがあればということで日々学んでいろいろな方に寄り添えるようになっていきたいなと思っています。